皆さんこんにちは。2022年で芸能生活50周年を迎えた歌手の高橋真梨子さんです。ペトロ&カプリシャス時代から数々の名曲を歌い上げ、根強い人気を誇っています。五番街へ行ったならば、どんな暮らししているか見てきてほしい。今がとても幸せならば寄らずにほしい、と澄み切った声で色気を漂わせる歌声でした。五番街のマリーへ、ジョニーへの伝言など、当時としてはタイトルも新鮮な感じでしたね。今回はそんな高橋真梨子さんの生い立ちから歌手活動のキャリア、夫婦関係についてお伝えしていきます。名前高橋真梨子、本名広瀬真梨子。高橋真梨子さんは1949年3月6日の生まれで、広島県尼崎市の出身です。1949年、広島県尼崎市で国鉄職員だった父と銀行員でダンサーだった母との間に生まれた高橋真梨子です。父親は戦後国鉄を退職し、当時朝鮮戦争下で米軍基地の多くジャズが盛んだった博多に移住し、プロのクラリネット奏者を目指します。父親は安定した国鉄を退職してまで音楽の道を目指したほど音楽が好きだったのですね。間もなく当時1歳になる高橋真梨子さんは母に連れられ博多に転居します。高橋真梨子さんの両親は1945年8月6日に広島に投下された原爆で被爆していました。父親は博多に移住し、永原良一と九州ナイトの奏者として活動されていました。ところが被爆の影響から脱走になり、壊死が進行し両足の切断を余儀なくされました。父親はせっかく念願のプロの演奏者になれたのに残念だったことでしょう。働くことができなくなった父に代わり、母は中洲でホステスとして働きながら家計を支えていました。しかし母親の収入の多くは父の痛み止めに使用する高額のモルヒネ代や治療費に消えました。現在は被爆者に対しては国の救済がありますが、戦後間もなくは大変だったことでしょう。そんな生活からおのずと夫婦喧嘩が絶えない日々となりました。父親はこれ以上家族に迷惑はかけられないと思い、単身広島の実家に戻っていきます。母親と高橋真梨子さんは博多に残りますが、高橋真梨子さんが小学3年の頃、両親の離婚が成立します。母は父が病気で苦しんでいる頃から妻子ある男性との不倫に夢中で、高橋真梨子さんはそんな母を許せず長年恨み続けることになります。親権は裁判で争いますが、両足を失っている父は高橋真梨子さんを引き取ることはできませんでした。母親に引き取られ、名前が高橋になり、大好きだった父に年に数回広島まで会いに行っていたようです。日常の孤独な中で高橋真梨子さんの心の支えになったのが、父親も好きだった音楽でした。当時流行していたザ・ピーナッツに憧れ、ジャズプレイヤーだった父が愛した歌手を夢見ていました。中学2年の頃、父の知人だったジャズピアニストからレッスンを受け、中洲のキャバレーやナイトクラブで歌い始めます。またこの頃広島で暮らしていた父が37歳の若さで亡くなります。母親は父の死に泣きじゃくる高橋真梨子さんに抱きつきますが、高橋真梨子さんは母親を振り切って帰ってしまったようです。母親を許す気持ちになれなかったのでしょうね。地元の高校に進学した頃、噂を聞きつけた渡辺プロダクションの九州支社から誘いがあり、高校1年を終えた16歳で上京します。正式に渡辺プロに所属し、1966年にはスクールメイツの選抜グループのザ・スカーレットの一員として芸能界デビューを果たします。先輩には憧れのザ・ピーナッツが、同期には森進一さんもいて、テレビや舞台を中心に表舞台で3年間活動をします。高橋真梨子さんは
自身の求めるアーティスト路線との違いに悩み、高校卒業と同時に渡辺プロを脱退します。博多に戻った高橋真理子さんは米軍キャンプやナイトクラブでジャズやラテンを歌う日々を送ります。1972年、いつものように中洲のクラブで歌っていたところ、ペドロ&カプリシャスのリーダーであるペドロ梅村さんからスカウトの話が舞い込みます。ペドロ&カプリシャスはこの前年に別れの朝の大ヒットを受けて全国的に名の知れたバンドになっていました。ちょうどこの頃、メインボーカルの前野陽子さんが突如脱退し、新メンバーを探していました。2代目のボーカルとして加入した高橋真理子さんは高橋真理の芸名で活動を開始し、再び上京します。当初は1年間の参加という契約でした。1973年3月にリリースしたジョエの伝言は、発売当初全くヒットの兆しはなく博多に帰ることも考えていました。しかし同年夏頃から急速に売り上げを伸ばし、累計50万枚を超えるヒットを記録します。続けて10月にリリースされた5番街のマリーへも同様のロングヒットを果たします。1974年には第25回紅白歌合戦へ出場します。作詞家阿久悠さんと作曲家戸倉俊一さんがコンビを組んで送り出した2曲は無功績ソングと呼ばれ、数多くの歌手にカバーされました。こうして6年間メンバーとして活躍を続けた高橋真理子さんは、1978年グループでサックスやフルートを担当していたヘンリー・ヒロセさんと共にペドロ&カプリシャスを脱退します。1978年ビクター・インビテーションへ移籍した高橋真理子さんは、あなたの空を飛びたいでソロデビューしています。着実に活動を続け、1980年8月にはアルバムモノローグは10万枚のセールスを記録しています。また1982年にリリースし、第10回東京音楽祭で金賞を獲得した For You は、高橋真理子さんのコンサートでは欠かせない代表曲の一つになります。その後も1984年にカメリアダイヤモンドの CM ソングと知られ、桃色吐息は50万枚を超えるセールスを記録しました。咲かせて咲かせて桃色吐息、あなたに抱かれてこぼれる花になる。桃色吐息は濃厚な大人の世界を描きながら、それまでの業界のムード歌謡とは一線を画する美しさを兼ね備えた作風として人気を博しました。桃色吐息は CM ソングとして一旦廃案となったのだそうです。しかし期間限定で流すことになったというのですから、こんなにヒットするとは思わなかったのですね。この桃色吐息でカンチーファさんは第26回日本レコード大賞作詞賞を受賞し、佐藤隆さんも作曲賞を受賞しています。桃色吐息で高橋真理子さんはTBS 系のザベスト10に唯一出場しています。レコード会社や CM 会社、作詞家、作曲家にしても思わぬ大ヒットだったことがわかりますね。1992年に TBS 系テレビドラマ眠れない夜を数えての主題歌に起用され、約60万枚のヒットを記録した歯がゆい唇。1994年の NHKリレハンメルオリンピックのテーマソングとして使用された遥かなる人々など、実力派女性歌手としての地位を確立します。1996年にリリースされたごめんねは、日本テレビ系のドラマシリーズ火曜サスペンス劇場の主題歌として主婦層から多数の支持を獲得します。一方歌手だけでなく作詞家としても数々の楽曲を手掛けています。清酒、白鶴や高級化粧品のグレース・ソフィーナコマーシャルでイメージキャラクターに起用されます。私生活では1993年8月にヘンリー・ヒロセさんと結婚を発表されています。ペドロ&カプリシャスのメンバー同士であり、バンド脱退後も
共に音楽活動を続けてきた。2人の馴れ初めは複雑だったとか。何でも当初はお互いに大嫌いだったそうで、高橋真理子さんはヘンリーさんのことを女たらしの嫌な男と思い、一方ヘンリーさんも高橋真理子さんのことを気が強くて生意気な女と思っていたそうです。ペドロ&カプリシャス時代は絶対に男女の関係になることはないだろう思っていたようです。バンド活動のためにヘンリーさんが高橋真理子さんの送迎を行っていて、高橋真理子さんは33歳の時大きな失恋を経験しました。失恋の昇進で、その頃の高橋真理子さんは涙に暮れる毎日を送っていましたが、そんな高橋真理子さんを慰めてくれたのはヘンリーさんだったそうです。ヘンリーさんはこの2年前に離婚を経験していました。失恋し昇進の高橋真理子さんに寄り添ってくれたヘンリーさんに対し、見る目が変わっていきました。出会った当初は大嫌いでしたが、気持ちを分かってくれた。私のことを今一番理解してくれているのはこの人だと感じたことで、一気に男性として意識するようになったそうです。そこから交際をスタートし、同棲期間を経て高橋真理子さんは45歳の時、周囲の勧めもあり結婚に至りました。高橋真理子さんのサポートバンドであるヘンリーバンドのバンドマスターで、音楽プロデューサー、ギタリスト、キーボーディストとしても活動されているヘンリー・広瀬さんです。演奏の腕前もさることながら、音楽プロデューサーとしての実力も高く、1982年からは高橋真理子さんの楽曲制作に携わっています。桃色吐息、歯がゆい唇、ごめんねといったヒット曲を手掛けたことでも知られています。高橋真理子さんと再婚後は2002年夫婦でグレース・ソフィーナの CM に二人三脚の音楽活動を行っています。ソロシンガーとして活躍する高橋真理子さんには、ヘンリーさんという信頼のおける大きな存在がいたんですね。2015年4月25日の高橋真理子オールタイムリクエストは、視聴者からのリクエストを募ってリクエストの多かった上位4曲を歌い続ける番組です。4位は桃色吐息、3位は5番街のマリーへ、2位はごめんね、そして1位は For You でした。2016年の NHK 紅白歌合戦に高橋真理子さんはソロとして2年連続4回目の出場となりました。そして島倉千代子さんが保持していた最年長記録を更新しました。この紅白歌合戦に出場された高橋真理子さんの激痩せに心配する声が続々寄せられました。高橋真理子さんは身長は158センチなので、標準体重は52キロです。痩せと判断される体重も44キロですが、この時高橋真理子さんの体重は33キロだったそうです。激痩せの原因は、高橋真理子さんは更年期と話されています。1996年頃から更年期に悩まされていたそうです。それがきっかけとなり、子供時代のことがトラウマになったそうです。トラウマの原因は両親が広島で被爆したことのようです。実際父親は被爆で脱素が悪化し、若くして亡くなっています。そして母親とは父との離婚時のことを恨んでいて絶縁状態でした。母親が癌で余命半年と知り、その後は亡くなるまで一緒に暮らしています。母親も被爆の影響があったのでしょうか。被爆という両親の体験と両親の病気から、高橋真理子さんはトラウマを抱えることになったようですね。2017年1月6日放送されたバラエティ番組中居正広の金曜日のスマイルたちへスペシャルに出演しました。その時に体重が33キロだったことを明かしています。そしてその時は誰かに支えられないと歩けないほど衰弱されていたようです。2018年3月6日、この日は高橋真理子さんの誕生日でした。
日本橋三井ホールでライブとトークで構成したアニバーサリー&バースディパーティーを行いました。するとペドロ梅村さん、ヘンリー、広瀬さん、鈴木雅夫さん、古城雅美さんが集まり、ペドロ&カプリシャスの再結成になったようです。高橋真理子さんの誕生日に昔のメンバーが参加してのライブなんてファンもびっくりだったことでしょうね。1979年から42年連続で計44回コンサートを開催されてきました。近年は体調不良もあり、納得するステージを毎回継続していくことが年々厳しくなってきたと言い、コンサートについては年内での休止を発表されました。この決断には夫のヘンリーさんからのある言葉があったからです。あんまり無理しなくてもいいよ、休んでもいいよと言ってくれたのがヘンリーさんでした。今までは家では音楽を聴くこともなかった、自分の歌を聴くことも他のアーティストの曲を聴くことなんてまずなかった。でも今は YouTube で音楽ばかり聴いている、今はハマっていると語っています。少し休養し大好きな音楽を自宅で楽しまれている高橋真理子さんです。今回は生い立ち、歌手活動、夫婦関係について紹介しました。最愛の父とは原爆症が原因で別れ、一緒に暮らせない中で父親の死を乗り越えて父も好きだった音楽の道を目指しました。念願の歌手デビューを果たし、ヒット曲を世に送り出し、実力派としての路線を確立した高橋真理子さんでした。ヘンリーさんという男性と結婚し、夫婦で共に同じ音楽の道を歩いている高橋真理子さんです。これからもその美しく色気のある歌声を響かせてほしいです。最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。